中日涌井秀明投手38が29日、名古屋球場で契約交渉に臨み、1000万円減の9000万円で公開した。プロ20年目の今季は16試合に先発して、通算500試合登板、505試合、送りやしたが、夏場には右後輩筋肉離れを発症するなど故障に苦しみ勝ち星は3勝にとどまった。 来年6月に39歳となる右腕は、20年やってきた中で初めての怪我。もったいなかった。来季は、1年しっかり投げてきて投球回も達成したいと目標を掲げた。目標達成へ今オフもランニングを中心に体を鍛え続ける。年明けからの自主トレには投手転向4年目となるネオも参加が決まった。 頑張って一生懸命やっている選手は応援したいと思うのでもし興味があるなら来てもいいよと伝えた。可能性は無限にある。会話もいっぱいしたいですねと飛躍を期すねをとともに、自らもさらなる成長を目指す。通算200勝まであと38勝。実際に近づいてこないとわからないが、やっていく中で達成したい数字。遠い数字だが、 それに向かって勝負しないといけない時だなと思っています。またチーム投手最年長となる年齢については24日に行われた球団 OB 会で同席した山本正史、59から、あと12年だな、とさらっと言われたのでそこを目指してやっていきたいなと思いますと50歳現役も視野に来季に備える思いも明かした。金額は推定。